今日あった話。旦那と私と同じ美容室に行っているのだけど、今日一緒に行くはずだった旦那が急に仕事先へ向かわなければならなくなり、私一人で美容室へ行った。受付で旦那の予約のキャンセルを伝えていると、待合席にいた女性イカエーがこちらにやってきて、キャンセルなさるなら私を繰り上げてくださらないと言ってきた。話を聞くと、飛び込み客らしく今から2時間後からスタートだったらしい。受付の人が予約を確認し、どうやら可能だったようなので OK を出した。 A は私に向かってお礼を言って席に戻った。私はそのまますぐにカットに入り、5分後くらいに A が一つ開けた隣に来た。 A、 やっぱりカットだけでなくパーマもかけたいの。この発言に、この時は時間が早くなったからパーマもするのかなと思っていたのですが、カットとシャンプーが終わり、会計を済まし帰ろうとした時、 A、 ちょっとあなた、私の分の支払いが終わってないわよとパーマのカーラーを巻き始めていた A が言いました。最初何のことかわかりませんでした。 A、 帰るならちゃんと私の代金も払って行っていただかないとと言われ、やっと A の支払いをしろと言われていることに気がつきました。私、え、無理で。 A、 あなたのところの予約なんだからあなたが払うのが当たり前じゃない。私、いや、うちの予約はキャンセルを。 A、 それをキャンセル前に私がもらったの。だからあなたの予約よ。私はあなたのところの無駄になりそうだった予約をもらっただけ。だから支払いはあなたじゃない。いきなり豹変して A は叫び出しました。それまではおとなしそうな感じでした。私が何かを言おうとするとそれを遮るように叫ぶので、会話が成立しない。いきなりの出来事に固まってしまっていると、私担当の美容師さんに小さな声で言ってくださいと言われ、カバンを渡され、とりあえず外へ逃げました。私が逃げると同時に動いた担当美容師さんは、私の出た後扉を閉め、その前に立ちふさがるように立っていてくれました。私はそのまま急いで帰宅。そして先ほど美容室の店長さんから電話がありました。今日のことについての謝罪と、警察にもしかしたら証言をお願いするかもしれないという内容でした。あの後 A は一度おとなしくなったそうなのですが、会計時に支払いを拒否、店内で暴れたそうです。警察に連れて行かれるまでずっと、私は悪くない、早くあの女私を連れてこいと叫んでいたそうです。見覚えのない人だったので近所ではないと信じたいです。